がんまるぽむぽむであります。ずっとやってみたいと思っていた100円のカッパでワンポールテントが建てられるか、やってみたいと思う。上等開始遅れか。虫風呂状態です。思ったよりもいい感じでした。このテントのいいところはとにかく安い。
今日は4枚で400円でシェルターが作れました。お手軽。あとその辺に落ちてそう、新品が落ちてないと思うんですけど、ちょっと残念な点はとにかく弱い。ボタンがすぐ外れちゃうのと、あとペグを打つ時にすぐ破れてペグから抜けちゃうっていう問題が発生したり、防水性はあると思うんやけど隙間がめちゃくちゃあって多分漏れてくる。カサカサうるさい。でも今結構強めの風に吹かれてるんですけど、簡単には吹き飛ばされずに耐えてるので、その辺は頑張ってくれてるかなと思います。もしも急に何かあった時に、簡単ではあるけど少しはないよりはマシな雨風を防ぐシェルターが作れるし、透明のものもあると思うんですけど、こういう白色のものだったら中で着替えたりプライバシーを保護したりするのにも役立つと思うので、いざという時のためにぜひ覚えておくように。状況終わり。遅れか。